施設見学ということになります。今日はあのオーパーチーフマネージャーの方ですね、スライドで皆さんにご説明するから、あの後でですね、班に分かれて施設見学をしていただきます。まあ限られた時間、1時間ね、電車の時間もありますから、あの集団行動ね、きちっときちっと思ってキビキビ行動していただきたいと思います。じゃあまずご挨拶しましょう。じゃあ、起立。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ初めから、ナビの、ね、チームマネージャーでいらっしゃる、まあ、チームからチーム、はい、声は大きいんですけども、一応これをつけてみています。あのチームマネージャーの奥間です。いつも変な格好をして朝礼を見せておりますが、まあ、私も来年1月定年になりますので、瀬野健二というですね、介護主任してます、彼にちょっとこのコーナーお任せしてたんですけど、今日とちょっと用事があるということで、また私の出番、私が出番である限りはちょっとまあ録画して、あの記念に、10年後のために記念に残そうと思っておりますけど、はい、一般財団法人倉敷主任病センターの中で、まあ介護保険に関連する事業を、まあ、この建物の中でやっているということですね。まあ、同じ法人ということで、見学して帰っていただきたい。で、まあ、あのこの建物を建ったのはですね、15年前ですね。まあその後にこの茨線ができて駅前になりましたけどね、駅前広場が整備されることがもう予定に決まっている時に、まあ、非常にいい場所にですね、私たち先輩のご努力で、土地を確保し、十数億のですね、工事費で建てていただいて、おります。非常に立派な施設だというふうに当時から言われておりました。で、皆さん、まあ、医療の世界でほとんどこれからね仕事されていきますけども、介護保険というのがあります。これはですね、まあ、第1条です。こういうことがありますね。この法律は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴排泄食事等の介護機能訓練ならびに看護及び療養所の管理その他の医療を要するもの等について、非常にあの法律の条文というのはもうなかったらしいんですがね、決して介護を要するとだけは書いてないんですね。介護保険の中には実はですね、看護とかあるいは医療とかも含まれていると、将来的に高齢者の介護と医療がですね、どういうふうに統合されていくかは分かりませんけれども、とりあえず、それまで介護保険が成立するまで、行われていたさまざまなですね、サービスを統合していくという一つの、まあ、ステップに、まあ、保険という制度を作って統合していく一つのステップになっているというのが、これももう12年前ですね。これらのものが尊厳を保持し、その有する能力に応じて実質的日常生活を営むことができるような、必要な保険医療サービス及び福祉サービスをに関わる給付を行うということで、国民の共同連帯理念に基づき、まあ、保険制度ですね、保険料を強制的に私ども国民は、皆様40歳を過ぎれば給料から転引されて徴収されて、保険給付を受ける、必要になれば給付を受ける。65歳以上の方は年金から転引されてますので、年金の手取りが減ってくると言われてブーブー言ってる方も多くおります。ほとんどの方は一生使わない保険かもしれません。要介護状態になれば、その方が非常に給付を受けるような形の保険です。でその中で、介護保険に3つの施設があるというふうに言われてまして、介護老人福祉施設、まあ耳慣れないですけどね、皆さん特別養護老人ホームというとね、知ってる方も多いです。これ特別養護老人ホームを介護保険の言葉で言うと、介護老人福祉施設ですね。
ここは主にですね、自宅で生活できない方のための長期の入所施設ということですね。順番待ちが多くてなかなか入れないと、老人保健施設と、あともう一つありました、介護療養型医療施設。介護保険成立前までは病院の中で長期に療養する、いわゆる老人病院、老人病棟というのがありました。これをですね、介護保険の中に組み込もうということで、まあ、医療、長期療養が必要な高齢者を入院させる医療施設ですね。でここはですね、まあ、介護保険の財政に対してコストがかさむということで、徐々に老健に転換してなくしていこうという方向性なんですけども、いろいろと政権が変わったりしてですね、その転換が遅れてますけどもね、また自民党政権になるとまた介護療養型医療施設というのはもう廃止という方向ですね。まあ官僚主導で、厚労省の官僚主導で進めていくんじゃないかなというところですね。それであとですね、まあこういう老健施設以外にも最近、まあ倉敷周辺にいろんなですね、有料老人ホームとかね、ケアハウス、高齢者のサービス付きの住宅とかできています。でこの中に多分老健施設というのも入ってくるんですけども、これは所得が多い少ない、要するにグレードの高さとかね、健康度、要介護度と分けてますけども、老健施設というのは、この分類とは少しレベルの違うですね、役割を果たすと。でそのこういう居住型高齢者サービス住宅とは違うところは何かというところで、介護老人保健施設の特徴というのがあります。でこれは介護老人保健施設というのは、介護保険の中に規定されています。特別養老人ホームというのは社会福祉の法律の中ですね。老健施設というのは、介護保険の中に規定されています。で、どういうふうな基準に、の基準の省令の中に書いているかというと、介護老人保健施設は施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理のもとにおける介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常上の世話を行う。で、入所者がその有する能力に応じて自立、日常生活でどうにかできるようにするとともに、その自立を支援していく。これは介護保険の理念でもある。さらに、老健施設としてはそのものの居宅における生活への復帰を目指してくださいと。決してここは就寝施設じゃないですよ。3ヶ月ごとにお家に帰れるかどうかをみんなで見直していきましょうというふうなことがあります。で、まあ3つの事業体があるというふうに言っております。法人全体の中の介護保険事業があります。その中に老健施設というのと、あと2つ小さな事業体があります。北海道支援センターと高齢者支援、まあ、倉敷市高齢者支援センター、ここはケアマネージャーね、介護保険のサービスのプランニングをしてケアマネージメントするというスタッフのですね。ここは要するに要介護になる以前の段階の65歳以上の高齢、この地域の高齢者なんですね。介護予防とか健康増進に責任を持つ、事業をやっている人ですね。倉敷市の委託事業でやっている。で、老健の中に、まあ、大きく分けると入所や短期入所、ベッドの療養等の部分と通所ですね、日帰りで通っている部分がありますけども、まあ、私どもの運営の特徴は後で言いますけども、これをですね、まあ、一体的に運営するというノウハウを、まあ、15年間積み重ねてきたということですね。で、まあ、ライトマミの理念の理念というのはですね、まあ、本来自宅への復帰ということですから、急性期骨を折って入院したり、脳卒中で倒れたりして急性期の医療が過ぎた方について、生活の場へ通過していくですね、家庭通過していくためのワンステップ、まあ、医学的管理のもとに、リハビリを提供して、ただこう通過していった後もですね、地域の中で、生涯にわたって行ったり来たり利用していただくんだということですね。地域との関わりの中で行ったり来たり利用していただく、その中で、私ども在宅生活を支援するんだと。で、老健のサービスっていうのはですね、普通100床ぐらいの入所があって、2、30床の通所っていうね、日帰りの分があるんですけど、私どもは最初から56床っていう非常に限られたベッドしか持ってない。でそれに対して非常に広いスペースで通所事業をですね、最初からどんどん展開して増やしてきました。
最近ショートステイでね、短期にお泊まりする事業もやっておりまして、まあ、そういうサービスと統合してですね、住み慣れた地域、住み慣れた家庭で老いを生きることを支援していこうということを、まあ、私どもの理念としている。で、基本方針というのをですね、中期計画を今立ててまして、プロジェクトチームを中心にいろんな職員からの声を作りました。専門的で多様性のあるハイレベルなケアを提供できる、地域に信頼される、利用者の多様なニーズに応えられる、で職員にとっては笑顔で働く、笑顔あふれる働きやすい職場ということなんですね。とても立派な言葉になってしまったんですけども、まあ、私ちょっと不満に思っているので、個人的にですね、独自性ってね、ユニークネス、独自性をもうちょっと主張してもいいんじゃないかなと思って、専門的で多様性のハイレベルね、なんとなく分かるんだけど、地域に信頼されないと当たり前じゃないかと。多様なニーズってどんなニーズがあるかね、私どもがその中でどこを重点的にですね、できるかと。これはまあ成人病センターにとっても同じだと思うんですね。成人病センターが地で、病院を営んでいると、地域の人にとってどういうメリットがあるか、それがなくなると困るという、存在意義といいますかね、それをもう少し主張していかないと、基本方針とか理念の中で主張していかないといけないし、私どもこの地域で老健、こういう老健がなくなってしまうとここが困るんだと、だから私どもこういう存在意義を持っているんだということをもう少し主張するような基本方針なり理念なりを作って、ビジョンなりを作っていかないといけないなというふうに思ってまして、もう1年猶予がありますのでね、もう少し、ね、見直さないといけないなと。で、これから皆さん見学していただきますが、パンフレットをちょっと開いていただいたら地図があります。はい、このパンフレットはですね、15年前に作って何万部も作りましたので、15年間持ちましたけども、だいぶ内容的に古くなっております。写真で写ってる職員、最初のイメージ写真、じいさんはもう亡くなってしまいました。岡井さんですね、ご覧ですね。女性の方はですね、なんか名前出てるな、犬飼美穂子さんね、孤児の中である有名な方の奥様になってますからね、個人情報ですから言いませんよ。さて、この、地図を見ていただきますとですね、6階は倉庫と洗濯をしている部分だけですね、5、4、3、2、3、1と3日、で2階と3階は泊まるお部屋が、全室として28室、室ずつ56室ありますね。1階は、まあ、先ほど言った小さな事業体の事務所とか、厨房とかね、事務所とか。で、4階は非常に広いですね。4階5階に、部屋がない、泊まる部屋がないという、非常にこの建物のデメリットであるようでもメリットである、まあ、その強みをいかに生かしていくかがとても大事なんですけどね、4階非常に広いフロアでいろんな方が多く入り乱れています。お風呂と食堂、テラス、お金があって後で回っていただきます。で、私どもの この建物をですね、の大きさとか広さを生かしきるような運営の仕方をしようということで考えてきたのが、4階にですね、入所している方も4階に、離職してですね、集まりましょう、お家から送迎で4階に来られる方もいます。4階のアクティビティのフロアというのが、まあ、一つの小さな社会交流の場である。ここを地域に開いていくことによって、この建物自体全体をやっぱり活性化するためのポイントが4階の上であるというふうに考えています。もちろん喫茶とかですね、常連の男性の利用客がですね、毎日来られて世間話をして帰れる中に、入所している方とか通所で来られる方が自然に交流が生まれているんですね。まあ、こういう運営の形態をバザルケアというふうに呼んでまして、通所で送迎で来られる方、いろんなアクティビティをした後に診察を受けたり、入浴に行ったり、昼食は5階で、召し上がっていただいて、またお送りする。この中に自然にですね、入所棟から上がってきた方が、一緒に過ごせるというふうな仕組みを作る。でバザルケアというのはですね、
サービス、法律上のサービスというのは入所、短期入所、通所と分かれています。そういうサービスの壁を取り払おうということですね。で、利用者として自然に交わり合い、生涯にわたり継続する馴染みの環境を形成していきます。システムを構築する。で、高齢者にとって馴染みの関係、昔の友達と再会するとかね、新たに、ここで、お友達になる、職員とも親しくなるという関係というのはですね、一つの、まあ、目に見えない資産だというふうに考えてまして、それを生涯にわたり継続できるようなシステムを作っていかない。で、共有スペースを一箇所に集めましょう。お風呂も一箇所に集めましょうということですね。地域に抱かれた広い空間、バザールのようなにぎわいの中で自分の居場所を見つけ、会いたい人やりたい活動を見つけて生き過ごせるようにしましょうということが、まあ、バザールケアのコンセプトです。で、まあ、それをですね、援助していくと、利用者同士の出会いや関わりを演出し援助していくのが職員の非常に大きな役割なんだというふうに考えております。ですから、職員が広い割に少ないですからね、目が行き届かないということがあると思います。逆にそれはメリットでもあるんですね。利用者が自発的に協力し合う。5階のカラオケの運営なんかはね、ほとんどもう利用者が自発的にやってますね。近隣ごと趣味の同じ方々のグループが自然にできてくる。で、通称の中でリーダーが生まれるんですね。利用者のリーダーが生まれるんですね。で、まあ、嫌な人には近づかないということでね、顔も合わせたくなくてですね、遠くで、過ごせる。その人の居心地の良い距離とかね、関わり方が選択できるということはですね、とても居心地の良さにつながる。これ小規模だとこれは実現できませんね。9人ワンユニットで、その9人の中にとて もう嫌な人が できてきたらですね、その人と顔を合わさないように過ごすというのは、ね、空間的にできませんのでね、そういう意味では非常に広いということはメリットがある。まあ、活動性といいますかね、自然にここで広い空間で過ごしていることによって維持されている体力とかもあると思いますね。で、まあ、あの写真ですが、この辺は見れると思います。4階フロアでさまざまなアクティビティ活動が行われています。あ、最近ミーを使ってますね。パチンコ、週刊誌、5階でカラオケ、飲み物もたくさんあるんです。以前あのビールとかね、お酒の自販機置いてたんですけども、あまりにも売れないので撤去しましたね。趣味活動、お風呂がちょっと見れます。非常に広いですね、お風呂です。見晴らしもいいですね。打たせ湯があったりとか、露天風呂があったりしますけど、今日ちょっと中も利用しているので見れないと思いますけども、こういう一人用もあります。こういうあの大勢と入るの嫌という方はね、一人で入れる、家庭浴槽も用意して、まあ、機械浴も一応置いとかないといけないんですけど、ほとんど稼働してるときほとんどの人があそこで入ってる。重度の方も来られて、昼間だけ、看護師さんの処置を受けながらここで過ごされる。はい。で、まあ、あの先ほど言いました、私たちの強みは何かと。この建物自体の強みをですね、発揮できるような運営の仕方を、まあ、15年間、蓄積してきたわけですね。まあ、全室個室であること、非常にあの仕事してのニーズが高いですね。通称を利用して しながら、週に何泊か仕事してをすることで、ご家庭での生活がなんとか介護負担軽減で維持されているということですね。あのお部屋のコントロールできる全室個室で非常に大きいわけ。ここを全室個室で、設計して建てるというのがですね、約17、18年前の法人全体の方針だったんですね。で、ここで全室個室をやってみて、それからセンターを全室個室で200数十床を建て替えるということがもう規定方針でありまして、それがもう7年前に実行されてますね。
ただこういうですね、個室で非常にプライバシーを重視した、高齢者住宅があるんですけども、その同じ建物の中にこれだけ広い共有スペースを持っていて、そこに通所、地域の方が集まってこられるっていうふうな仕組みを作っているところっていうのはまず、この地域ないんですね。それをいかに利用するか、いかに交流促進して、目に見えない一人一人の落としてるんですね、目に見えない資産を増やしてあげる、それがまあバザルケアのコンセプト。あと、まあ通所ショート、セミロングでね、いろんなその人に、合ったサービスをうまく組み合わせることによって、お家で生活する、この地域の中で生活することを支援していくというノウハウを進めます。で、老健施設というのは入所がメインじゃない、通所がメインだというふうにね、もう十数年前から言ってきましたけども、通所を軸にしながら、ショートステイとかね、セミロングステイを取り入れていただくということで、ベッドの56床をフルに活用していただくというのが、この建物を有効に生かすポイントじゃないかなと思います。あと人材育成にも力を入れてまして、まあ、これは施設ブログを見ていただいたら分かるんですけどね、高齢者分野のエキスパートが、たくさん生まれてきています。で、老年看護の実習地にもなってまして、県立大学、岡山大学とかね、老年看護を学ぶためにここへ勉強に来られますね。リハビリの実習も受けています。職員も多職種共同で働く。まあ、もちろん施設所管理者、ドクターも一人、おりますけどもね、職種の中で一緒に、チームワークで働いていくのでそれぞれの専門性を磨いていく、ね、最後に地域に開いていくと努力を15年間積み重ねてきまして、早く来られた方はね、先ほど、夏祭りの映像を見ていただきますよね、まあ、ああいう映像に象徴されるようなですね、その地域での老健施設、こういう大きな建物を持つ、施設の、運営意義というものがですね、地域の人々にも認知されてきているというふうに考えております。あと、まあ、上から見るとですね、線路の向こう側に大きな建物が建ってます。多分ここより大きな建物だと思いますけども、倉敷の特別支援学校が、ここに立ちます。ですから障害者の分野、との、連携ですかね、お互いに、影響し合う。良い影響を与え合うというね、そういうこともこれから考えていかないといけないというふうに思っています。という成長ですね。はい、じゃあこれからですね、25分ぐらいで、9時50分か55分ぐらいに見学終わって、駆け足で玄関から出てですね、電車が10時11分ですね。早く電車に着いた人はですね、電車の運転手さんにすいません、全員乗るまでちょっと出すの待ってください、止めていただきたいと思います。それは冗談ですが、それではですね、見学なんですけども、どう開けるかな、ね、ですよね、大体こういう感じで、いや、それは一で、前半分、後ろ半分。